皆さんこんばんは。 GCN ショーへようこそ。国広鈴木です。今回はですね、土井ちゃんからリードストーリーを話してもらいたいと思います。土井プロ、こんにちは。土井ちゃんです。今週のリードストーリーは僕がオーストラリアから紹介していきます。今週のリードストーリーは選手とお酒について。今回ですね、ロッド・ソーダルがワールドツアーチームですね、シーズン中のアルコール摂取を制限するというルールを定めたようです。実際にですね、選手がアルコールを摂取した時にどのような影響が出るのか、アルコールはですね、どれぐらいの量を飲むならいいのか悪いのか、そんなところをですね、簡単に紹介していきますけども、僕が選手だった頃、ヨーロッパにいてですね、中にはフランス人、ベルギー人、ドイツ人、オランダ人とかね、また中国人もいました。さまざまな多国籍の、チームの、ね、メンバーの中でフランス人はグラスワインを飲んでましたね、レース前でも。でベルギー人、オランダ人なんかはドイツ人もですね、ビールを口にするという形で、まあ分かれてはいたんですけども、そのアルコールの飲む量ですね、結構僕そのチームメイトが飲んでるのを見てて、飲んで大丈夫なのかななんてね、すごい心配になる場面たくさんあったりしました。まあそんな中で僕も、あ、みんな飲んでて全然パフォーマンスに影響なさそうだなというところを感じて、僕もそのグラスワインであったりビール一杯ね、レースの前の日の食事で口にするっていうことがね、ありました。ただね、ちょっと抵抗ありましたね、これね、スポーツ選手でレース前にお酒は良くないでしょという形で抵抗してたんですけども、まあみんなとねコミュニケーションを取る中で、やはりワインを飲んだりビールを飲んで少しリラックスして睡眠を取るっていうことがレース前の緊張をほぐしたりとか、いいね影響を及ぼすこともあるというところで、僕もですねグラス1杯のワインを飲むようになりましたね。でパフォーマンスに影響しない量を飲むっていうのがやはり大事ですね。日本では様々なエンデューロであったりヒルクライムレース、そしてシクロクロスね、もう終わりますけども、シクロクロスレースがあったりマウンテンバイクのレース、様々なイベントあると思います。そんな中で結果を出すためによりストイックにね、自転車と向き合う、トレーニングと向き合うっていう姿勢大事だと思います。ただですね、緊張しすぎてもいいパフォーマンスが出せないというところを考えると、そのお酒を一杯飲んでね、一杯じゃないですかね、一杯飲んで、睡眠をとると、リラックスした状態でレースを迎えるっていうのは すごくねいいことなんじゃないかなというところで、僕から皆さんに、紹介したいですね。でこのお酒の栄養素って言ったらちょっと奥が深すぎると思うんですけど、ワインはですね、これポリフェノール、これ疲労回復にいいと言われている栄養素ですね。でビールは特に夏場なんかは汗をかいてミネラルがたくさん放出します。そのミネラルを補給するという上では、このミネラル豊富なビールグラス一杯飲むっていうのもすごくいいのかなという形でですね、これ栄養士の方が僕にアドバイスくれたことがあります。ですからいつも、お、ユキビール飲むのか、 Yes This is mineral と、 This is mineral と、僕もそんな多量のアルコール摂取する方ではないので、ほどほどにですね、飲むようになりました。ですから皆さんもですね、あ、ちょっと疲れてるなとか感じた時はグラス1杯のワイン、赤ワインですね、これ赤ワインの方がポリフェノールを多く含まれています。ですから赤ワインをですねグラス1杯飲むっていうのもすごく、疲労回復の上ではいいと思いますんで、ぜひとも試してみてほしいと思います。またですね、僕はお酒が、まあ、好きな方ではありますけども、皆さんの中で何かおすすめのウイスキー、ワイン、ビール、銘柄等をですね、詳細含め、コメントで教えていただけたらすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あとはですね、これ僕の体験談2つ目なんですけど、これベルタエスパニアでのエピソードですね、2012年のベルタエスパニアでの体験談、僕たちチームはですねステージ5勝しました。この5勝っていうのは、勝つとですね必ずシャンパンがこうテーブルに並ぶんですけど、並ばないチームあるのかな、多分ないと思いますね。でこれステージ5回勝ったんですよ。で3日に1回ぐらいのペースで勝ったりしてたので、
まあさすがにですね、ステージ5回勝つと、おお、おめでとうっていう形で、まあお祝いもしますね。お祝いもするんですけど、内心、うわ、結構今日一日中弾いてて疲れたんだけど、すごいシャンパンいっぱい出てくるなっていう形で、これ5回あったんで、さすがに3回目ぐらいでは、うわ今日もあのシャンパンの量飲まなきゃいけないのかっていう形で、結構辛い思い出でもあります。次の日なんかはやはりそのアルコールが残ってるってことはないんですけど、なかなかこう疲労回復する上では、アルコールを分解するのに体力をすごく使って、次の日疲労感が残ったままでですね、ステージをスタートして、最初の1時間すごく苦しい、いい思いをしたことありました。ですからこういうことを考えると、やはりお酒は、適量がおすすめだということが分かっていただけるかなと思いますので、僕からのリコメンドはグラスワイン1杯、これは疲労回復、そしてビール1杯、これは、夏のですね、汗をかいた時のミネラル補給として、ぜひともですね、頭の中に入れて適量を守って、摂取してほしいと思います。そんな中でですね、ベルギーワールドツアーチームのロットソーダルが、このビール大国ベルギーのチームだけあって、目の前にビールがいつもある生活を送ってます。そんな選手たちが今回のルールを実際に守れるのかどうか、トラブルが起きないかどうか、ここちょっとそんなに重要な話じゃないんですけど、まあ、ちょっと注目していきたいなというふうに思います。皆さん、アルコールは適量でお願いいたしますね。レースニュースです。今週のレースニュースは、もうね、世界中のレースがスタートして、さまざまなレースも世界中で行われています。今週のレースはですね、サウジツアーと日本選手が多く参加しているツードランカウイ、マレーシアで行われているレースですね。このサウジツアーは、結果を言いますけども、アラシル・ユキア選手のチームメートでもあるフィル・バウハウス選手が、総合優勝と、あとはですね、このバウハース選手スプリンターではあるんですけども、コフィディスから、チームアルケアサムシックへ、移籍したブアニ選手とのですね、白熱のやり合いがですね、すごく見ものでした。そしてですね、最終ステージはこのステージ優勝した方が総合優勝を飾るというところで、すごい熱いスプリントバトルを繰り広げたわけですけども、これね、映像を見てほしいんですけど、実際ね、 YouTube 等で見れます。バウハウス選手が最終ステージのスプリントのラインの中で、こうこっちがこうブアニ選手、これをですね、ゴールラインに向かってこういう形でこう、なんか、まあ、映像を見ると寄せてってるようにね、一見見えてしまうんですけど、あれはですね、スプリントのラインをもともとバウハウス選手が決めていて、このラスト 150m ぐらいからは後ろから誰かが抜いてくるであろうことをですね、まあ、想定してたと思います。そんな中で、あからさまに遮光してるとこれ反則になります。ですが、徐々にですね、こう前に出れないようにする動き、どうしても全力で踏んでるタイミングで進路をずらしていかなきゃいけない、まあ、抜きにかかる選手の側の方ですね、が抜きながら全力で踏み続けるっていうのはすごく体力を使いますし、神経を使います。ですからすごく難しいですね。ですからバウハース選手がちょっとずつ進路を斜めに取ることによって、後ろから抜きにかかる選手が抜きにくくなると、これはですね、まさにテクニックですね。これ一見反則してんじゃないのっていう形でとらわれがちなんですけども、これスプリンター、一流のスプリンターはですね、よく使う技ですね。ちょっとこう進路を変更することによって、おっ、ちょっと一瞬気を緩めなきゃいけない、力を緩めなきゃいけないタイミングを作ると、相手に対してね、これ一流のスプリンターの技なので、今度ですね、まあ一回このサウジツアーの最終ステージの映像を見てほしいんですけども、この後にさまざまなスプリントステージ今年行われます。もし同じような動きがあった時に、これかなり反則と反則じゃない
ラインっていうのは紙一重な部分があるんですけど、あ、こういう技もあるんだなという形で、このサウジツアーをご覧になった上で、一つの知識としてね、皆さんに覚えておいてほしいと思います。二つ目はですね、ツードランカウイはこれ日本人選手が多く参加しています。オリンピックの出場枠をかけてですね、このポイントが取りやすいわけではないんですけども、比較的、ハイカテゴリーなんですけども、レースのカテゴリーですね、ハイカテゴリーなんですけども、レースに出場しているメンバーはヨーロッパのように層が厚くないという中で、日本人選手がよりですねポイントを取る可能性が高いレースとなっています。そんな中でですね、今回出場している選手は今実質ですね、荒汐選手がもうダントツトップです。そしてその後ろ2位がですね増田選手、3位が石上選手、4位が中根選手、5位が伊藤選手、2位から5位につける選手がですね、これランカウイにこぞって参加しています。ポイント獲得に向けてですね、これはですね、まあ、ランカウイ自体の結果もすごく注目したいんですけども、この日本人のオリンピックの出場枠をかけた争いっていうのも一つ皆さんに注目してほしいですね。誰が東京オリンピックの出場権を得るのか、これかなり最後まで見放せないんですけども、今回のランカウイはですね、東京オリンピックの出場権を得る上で高ポイントが獲得しやすいです。で、日本で実際に走っている増田選手、宇都宮ブリッツェン、そして伊藤選手、愛三工業レーシングチームですね、この2名はですね、日本で走るのがメインになりますんで、今回高いポイントを獲得しておきたいという、ね、気持ちがすごく強いと思います。ですからこの2人にとってはものすごく重要になるレースと、そして海外勢の石上選手、中根選手、2人揃ってデルコ、日報デルコマルセイユですね、この選手はまだヨーロッパに戻ってからもポイント獲得のチャンスがありますんで、ただですね、ヨーロッパで獲得するのはアシストしながらポイント獲得っていう上ですごくハードルが高くなりますんで、このランカウイでですねポイント獲得しておくことっていうのがすごく大事になります。現在はですね、イリベ選手もですね参加してます。NTT プロサイクリングですね、参加してますんで、こちらもですねポイント獲得が続けば、イリベ選手ももちろん参加する可能性も強くなってきますんで、このね日本人同士の争いっていうのが今回のランカウイの見どころなのかなというふうに思いますんで、皆さんもですね最後まで目を離さずにこのツードランカウイ注目していってほしいと思います。テックオブザウィーク、はい、先ほどドイちゃんのレースニュースでツールドランカウイのニュースがありましたね。その映像と写真を多く見たんですけれども、気になることが一つあって、ちょっと前からですね、それがちょっと確信に変わりました。何かというと、選手のバイクセッティングでブレーキ変速レバーあるじゃないですか、この握る部分ですね、その部分がこういうふうに内向きに倒してセッティングする選手が増えてきたなと思うんですよ。代表的な選手でいうと、レムコ・イベネプール選手、フミク・ベップ選手はもう明らかにねこうやって内側に倒してるんですけれども、もちろん選手によって理由は違うと思うんですけれども、僕が思う理由の一つは、あの肘が曲げやすくなるっていう理由でそうやってるんじゃないかなと思います。なんでかっていうとですね、皆さんこうやって手を自然にこうやって下から持ち上げてみてください。そうなんですよね、手のひらって下向きますよね。でこの状態の方が肘が曲げやすいんですよ。でレバーがまっすぐの前こうやって握ることになるので、こうするとなんかちょっと違和感ありますよね、肘曲げるのも。なので体のなんか動き的に自然にするんだったら、ちょっと内向きにした方がいいんじゃないかと。そっちの方がやっぱり長い長時間長距離のレースで疲労が蓄積せず楽に走れるから、そうやってるんじゃないかなと思います。で増えてきてるので、これが今年の流行りになってくるのかなと思います。で皆さんすでに内向きにセッティングしている方いましたら、ぜひその理由をコメントで僕に教えてください。そしてそのセッティングしたい方もしいましたらですね、その方もですねぜひ挑戦したいというコメントをね教えていただけたらと
思います。キャプションコンペティション、こちらのコーナーはですね、1枚の写真を皆さんにお見せします。その写真にですねキャプションをつけていただき、このキャプションの中にですね素晴らしいもの、優れたものがあったらですね我々から一つ選んで皆さんに紹介します。こちらで紹介された方はですね我々から素敵なプレゼントが、もらえるという大変人気のあるコーナーになってます。それでは早速、先週のキャプションコンペティションはこちらでしたね。ドーン。さて今週のキャプションコンペティションチャンピオンはこちら、賢いにさんのキャプションコンペティション、コルクが抜けないです。これねすごいベタなんですけど、すごいなんかまっすぐコメントをくださったので、なんかちょっとスーッと僕の心の中に入ってきました。そんなことでですね、この賢い兄さんのコルクが抜けない、今週はこのキャプションに決定したいと思います。賢い兄さんには、我々からですね、素敵なプレゼントが贈られます。メッセージいたしますので、ぜひともチェックしていただければなというふうに思います。おめでとうございました。さて今週のキャプションコンペティションの写真はこちら。はい、いかがでしょう、マチュー・ファンデルプール。こちらの写真に僕がキャプションをつけるとしたら、はい、僕がチャンピオンのマチューです。あーベタだな、全然面白くないな、ボキャブラリーがなさすぎて申し訳ないんですけども、皆さんこちらにちょっとひねりを加えた面白いキャプションお待ちしてますんで、どしどしコメントの欄にメッセージお願いします。コメントオブザウィーク。はい、こちらのコーナーはですね、動画にいただいた皆さんのコメントを紹介していくコーナーです。コメント1。はい、ダブルにするくらいならゲルパッド使うかな。これはですね、僕のダブルバーテープの動画にいただいたコメントです。コメントありがとうございます。はい、ですね、ある程度であればですね、そのゲルのパッドでもですね、いいと思います。ただしですね、プロのレースですと石畳があります。石畳っていうのは多分皆さんが想像する石畳の多分3倍ぐらいごついです。ですのでゲルパッドどころじゃないんですよね。なので二重巻きにしてるんですね、選手は。でただそれだとね、やっぱり握りにくかったりするんですけども、ものすごく振動吸収性良くなるので、それはね使う場所とか好み状況に応じて何もしない、ゲルパッドだけ二重巻きにするっていうのをね使い分けたらいいと思います。コメント2。はい、変速機のグリスが私は心配と。はい、コメントありがとうございます。こちらはですね、僕のドライブトレイン洗浄の動画にいただいたコメントです。はい、ですね、こちらの動画で、説明しているようにですね、ディグリザーをハケで使って落とすところっていうのは基本的にチェーンが触れてる部分のみなんですよ。例えばチェーンリング、チェーン本体、スプロケット、プーリーですね。ですのでディレイラー本体をシャカシャカやるっていうのはディレイラーの中に入っているグリスを溶かしてしまうので基本的にやめた方がいいんですよ。ですのでそこ以外は僕はウエスで拭いてるんですね。でそこに注意をしてしまうと、さらにもともと入っているグリスを流してしまうので逆にディレイラーの寿命が縮んでしまうんですね。ですので基本的に変速機の可動部っていうのは、まあ、よっぽど古くなってもうグリスは完全にないっていう時以外は注油はしないですね。はい、コメントいただきありがとうございました。今週のチャンネルラインナップ、はい、まず水曜日にツアーダウンアンダー、朝食何食べましたかっていう選手の質問です。さあ選手が食べたのは牛丼でしょうか、それとも親子丼でしょうか。はい、次ですね。はい、木曜日、バイクバッグにバイクを入れる方法です。でっかいバイクのバッグの中にバイクを入れる方法です。人間とか違うものじゃないですよ、バイク専門になります。はい、
そして続いて土曜日、ワールドツアーのプロのバイクの紹介です。さあ、ワールドツアーを走っているプロのバイクを紹介したいと思います。そして日曜日、初心者がビンディングペダルを使う際に注意してもらいたいこと、まあ、アドバイスですね。ぜひこれからビンディングペダルを使いたいという方はチェックしてください。そして続いて火曜日は GCN ショーがやってきます。こんな感じで今週もチャンネルラインナップが盛りだくさん。皆さん、 GCN ジャパンのチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をしてですね、通知が行くようにベルのアイコンをポチッと押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。